皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はディズニーランド Vlog をお届けします。東京に雪が降った翌日にディズニーに行きました。雪の積もったディズニーはとっても神秘的でした。スペシャルイベントミニーのファンダーランド開催中ということで、とっても楽しみにしていました。新しいグッズもとっても可愛かったです。ギンガムチェックのね、雰囲気がとっても春らしい雰囲気でした。私は巾着をゲットしました。まずはプラザパビリオンでランチをいただきます。11時ぐらいに入ったので早めのランチになりました。あいにくの雨でとっても寒かったんですけど、すっごく可愛いランチをいただくことができました。メニューはこんな感じです。このスペシャルセットがとっても可愛くて美味しかったです。店内もミニーちゃん仕様になっていて可愛かったです。注文したのはミニーのキュートクラシックセットとスパークリングゼリードリンクです。めちゃくちゃ可愛かったです。結構ボリューミーだったんですけど、ケーキまで食べちゃいました。ということでいただきたいと思います。今回は女の子3人で行ったので3つ置かれています。そして窓のところにもね、水玉だったりリボンがついていてとっても可愛かったです。今回のメニューはクロックムッシュ的なものとチキン、あとはポテトみたいな感じで、すごくボリューミーな感じでした。ドリンクもスペシャルドリンクに変更することができて、こちらのドリンクも甘すぎず割とさっぱりとした感じでいただけたんですけど、この日はとっても寒い日だったので、本当はホットティーとかホットコーヒーが飲みたかったです。でもせっかくなのでいただきました。本当にね、かなりボリュームがあったのでデザートまで注文しちゃったんですけど、すごく美味しかったです。続いては雨だったので、こちら屋根のあるところで写真撮影大会をしました。可愛いスポットがたくさんあって、私もピンクのお洋服を着ていたので、撮影スポットでいろいろな写真を撮りました。 SNS にもたくさん載せているのでぜひチェックしてみてください。今回のコーディネートは島村さんとニナスさんコラボのピンクで行きました。やっぱりミニーちゃんといえばピンクということで、私も全身ピンクのコーディネートです。こんな感じです。ところどころにね、撮影スポットがあって可愛かったです。そしてショーを見ました。結構ショーがね、当たる日でした。そしてこちらゴミ箱が本当に可愛すぎました。撮影スポットがたくさんところどころにあって、雨が止んだタイミングで外で撮影をしたりしました。ニナスさんコラボもピンクで行きました。はい、こんな感じでみんなで撮影会をしています。結構雨の日だったので割と空いてる時間帯だったかなと思います。ということで写真コレクションです。こんな感じで撮影スポットで写真が撮れるので、皆さんも期間中に行かれる際はぜひ写真を撮ってみてください。雨の日じゃない方が絶対おすすめです。続いておやつを食べたいと思います。寒い日だったんですけど、こちらのアイスをいただきました。パフェなんですけれども、いちごが下に入っていて、このミニーちゃんのカチューシャのアイシングクッキーをね、乗せて、いただくとちょっと映えるパフェになるということでいただきました。めちゃくちゃ可愛かったです。続いてお土産物をいろいろ買いました。懐かしいシリーズも売っていて、結構エモい雰囲気になりました。グリーティングなどもしました。続いてイーストサイドカフェで早めのディナーをいただきます。予約が取れたのでイーストサイドカフェに久しぶりに来ました。
スペシャルセットはトマトのカルボナーラをいただきました。前菜はホタテを使った上品な料理、そしてこちらちょっとミニーちゃんのリボンのパスタみたいになっているトマトのカルボナーラ、デザートはレモンのタルトになっています。コース料理になっていてとってもボリューミーで美味しかったです。こんな感じで豪華なお食事をいただきました。いただいている様子です。食べてる時間帯がだいたい4時半ぐらいにいただいています。早めのディナーといったところですかね。久々にイーストサイドカフェに来たんですけど、やっぱりパスタも前菜も本当に美味しくて、カルボナーラだったんですけど、トマトのカルボナーラなのでそんなにこう重すぎずさらっと食べれるパスタになっていました。そしてパンもついていてかなりボリューミーな感じになっています。このイーストサイドカフェはちょっとこうクラシカルな雰囲気なので、お洋服を島村さんコラボのモカカラーのものにしてみました。リボンがついていてちょっとクラシカルな雰囲気のお店と相性がぴったりでした。こちら前菜のホタテも新鮮でとっても美味しかったです。はい、バッグの中身を紹介します。まずこちら、島村さんとニラスさんのコラボのバッグです。今日みんなでお揃いで買ったギンガムチェックのポーチ、巾着と、あとこれはニナスのポーチ、これにもちょっとニナスばっかりなんですけど、お財布、あとはスマホと、今日は雨が降ってたの傘、あとはこれですね、キティちゃん、これはお薬入れてみます。あとはこちらと、あと寒かったのでこれも入れてます。とバッグはこのこれを持ってきました。結構何でも入るからお土産とかも買ってもすぐにバッグに入れれるので、ボストンめっちゃ使いやすいという感じで今日は来ました。私のバッグの中身を紹介します。すごいミニちゃんみたいな。このバッグはキャスキットソン、かわいい、はい、で前出てた水玉のミニちゃんっぽいからこれできました。しかもキャスキットソンもうないよね。もうない、もう、結構貴重なんです。貴重なやつ、まずかわいい身につけるもの、カチューシャ、これみんなでお揃いで買いました。スパンコールのと家にあったもの一つ、あ、本当だ、ちょっと違う、ちょっとリボンと一体感があるのとないのとって感じ。身につけるもの、朝寒かったんでベレー帽をかぶってきました。島村コール一番初期のやつ、そうですね、すごいめっちゃ入るね。これはサライで買った巾着です。巾着裏側がピンクになってて、そうそうそう、銀ガム可愛いんでおすすめです。銀ガムチェック、めっちゃ可愛い。で身につけるものイベントの縫い、可愛い可愛い、売ってないね、貴重なんで大事にしてます。売り切れちゃいました。と今日は雪だった、タオル2 つ、ディズニーです。しかもディズニータオル、こっちデイジー、え、かわいい、推しです。しかもデイジーって向こうカナダの、え、かわいいんだけど、かわいいでしょ、かわいい。あとお財布、お財布、前のマイメロちゃんです。あとこれ充電器系、あ、それもパルパルーサです。とかわいい、はい、グッズ全部売り切れてた。そうなんですよ。化粧ポーチ、かわいい、美女と野獣です。なんか新しそう、でもちょっと前かもしれない、そうです、
で最後めっちゃ入ってる、そう、あめちゃん入れ、え、かわいい、しかも何そう、の、のど飴とか、のど飴とか結構、のど飴何ですか、え、これおし、みさこちゃんが前おいしいって言ってた無印の梅干しのやつと、私結構これカルディで買う、私も好き、その好きです、梅じゃない、ハーブの、ハーブの、うん、これもおいしい、ぜひ、うん、な感じかな、はい、以上です、精一杯です、はい、かなちゃんのバッグの中身紹介です、はい、今日はみさこちゃんの島村コラボのバッグで来ました、マリーちゃんついてる、マリーちゃん推しなんです、最近発売したディズニーストアの商品のマリーちゃんで、かわいい、いちごめっちゃかわいい、モチーフのマリーちゃんで、リボンもいちご柄です、かわいい、で今日買ってきたものと持ってきたものが、これがみんなでお揃いで買った巾着、ね、巾着、これほんとかわいい、結構もう品薄になってたから売り切れちゃうの早そう、もうパーク内でしか売ってないです、あ、通販もう完売、パーク内、ボンボにはない、ボンボにはないんだ、じゃあ入らないと買えない、入らないと買えない、あとみんなでお揃いで買ったカチューシャ、かわいい、立体のリボンでキラキラ、キラキラで、あと持ってきたのがマリーちゃんカチューシャ、かわいい、これは家にもう一個あります、え、保存用みたいな感じ、友達に貸す用、おーすごい、さすが、ハンカチも、かわいい、マリーちゃんです、マカロンとか、こんなのあるの、ジャンナさんたち、え、これどこで買ったんですか、これは前に、お菓子とセットで洋華堂とかの、洋華堂バレンタインじゃないか、ホワイトデー、ホワイトデーのギフトセットで入ってた、めちゃくちゃかわいい、あ、ウエットティッシュもマリーちゃん、超かわいい、これダイソーで売ってる、あ、ダイソーなんだ、3個セットで、ダイソーすごいね、100円ちょい、これはもうヘアアイロンです、あ、すごい、あ、え、これコードレス、コードレスで、かつすごい便利なのが、うん、これバッテリー取り外せるから海外にも持っていけちゃう、飛行機に持ち込み可能なヘアアイロンで200度まで出る、え、結構すごい、こういうのね、温度低いのあるし、そう、温度が高くなるからすごい便利です、防寒具が、いや、かわいい、手袋です、かわいい、手袋、マリーちゃんの手袋で、転がっちゃった、転がっちゃった、あ、ちゃんと指が出るの、指が出るからスマホ操作が問題なくできる、両手入れるとめっちゃかわいい、かわいい、これはディズニーストアで売ってたやつ、ディズニーストア今最近マリーちゃんいっぱい売ってて、かわいい、バッグの中身はこんな感じかな、こんな感じ、ありがとうございます。以上です。ショーもしっかり見ることができました。とっても可愛かったです。キラキラしていて癒されますよね。そして最後はいつはスモールワールドに乗って帰りたいと思います。マリーちゃんのエッフェル塔に乗ったマリーちゃん、可愛かったです。クレームブリュレ風チュロス、新しい味のチュロス、とっても美味しかったです。久々のディズニーランド、とっても楽しかったです。ありがとうございました。